はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第232回でございます。今回テーマがですね、嫌われることは悲しいことなのかというテーマです。で、まあタイトルにもわかるように、ちょっと重たい話になると思います。なので、まあそこにも書きましたが、その重たい話ね、まあ苦手な方とかはここで戻っちゃってください。ぜひね、ブラウザバックしてもらって、なんか聞いてさ、テンション下がるのももったいないと思うんだよ。そう。ただ、まあちょっと興味あるなとか、聞いてみたいなと思う方は、ぜひね、最後までお付き合いいただけたらと思います。ではでは、早速ね、行こうと思うんですけど、まず、先週の生放送ですね、まあ見ていただいた方とか、あとアーカイブもね、見ていただいた方ありがとうございました。無事ね、33歳になりまして、ほんとたくさんのお祝いコメントありがとうございました。で、まあそこから一周経ちましたが、で、今回このテーマを話そうと思った理由がね、まあ特に進学の子、中学から高校行ったりとか、まあ高校から大学とか、小学校から中学とかね、進学することが環境変わるじゃん。そうするとさ、友達できるか不安だよね、やっぱりね。新しい子たちが多いから。で、まあ、新級、中1から中2みたいな、学年が上がる子も、クラス替えがあるからさ、どうしよう、みたいな子もいると思うんですよ。で、結構そういう相談もらったりとか、まあ、あとはツイッターでたまたま見かけたツイートとかでちょっと感じることなんですけど、まあ、嫌われることって、まあ、怖いですよね。まあ、それはわかる。うん、俺も怖いし。できれば、うん、嫌われるんだったら好かれたいよね。ハイチ嫌いって言われるよりは、ハイチ好きって言われたらやっぱ嬉しいし、そりゃね。うん。なんだけど、まあ、俺はもともと、まあ、いじめというかさ、その、中学の時にすごい嫌われてて、で、陰口叩かれたりとか悪口言われたりとか、そういうのをすごい日常茶飯事だったから、結構。うん、で、まあ、嫌われてたわけですよ。自覚もあったし。うん、で、それを振り返った時とか、まあ、その当時感じてたこと、なんかを踏まえると、なんか、どうぞ、嫌いだけは嫌えば、みたいな、テンションで基本的にはいるんですね、俺は。だから、嫌われることが悲しいかっていうと、別に気にしないよっていうスタンスでいます。基本的には。で、なんで基本的にはっていうかっていうと、例えばみんなもね、まあ、学校だとさ、その学校っていう、まあ、閉鎖的な空間にいるから、嫌じゃん、嫌われてる人が。常にいるからさ。そうそうそう。だからそれはね、またちょっと別条件になっちゃうのかなって気もするんだけど、こう、100人いてね、100人が自分のことを好きでいてくれるとか絶対ありえないと思ってるの。そんな人この世に存在しないと。どんなにいいことしかしない、もうみんながいい人だと、すごい人だ、立派な人だって、いう人だって、その人を嫌いになる人は絶対出てくるし、だから、まあまず嫌われたとしても、まあそういう人もいるよね、ぐらいには思ってほしいなと。ただ、自分がいつも思ってることなんだけど、まあ嫌いだけ嫌えばどうぞって。別に俺悲しくないし、みたいな。気にしないしってスタンスだけど、なんだろう、自分が好きな人。うん。この人に好かれたいなって思う人じゃん。ただ仲良くしたいなとか。で、どうでもいい人じゃなくって。この人だと仲良くなりたいなとか思う人。そういう人とか、まあ彼氏彼女とかもそうだと思うんだけど、自分が好きな人には嫌われたくないなとは思ってる。そこはね。だから、誰でも全員に好かれたいっていうのは別に必要ないんだけど、自分が好きだったり、まあ大切だと思う人には好かれたいよなっていう、そこをね、ちょっとスイッチを切り替えた方がいいんじゃないかと思うことが多いのね。うん。だから、例えばその進学先でさ、友達できるかなとか嫌われたくないなとかいう相談が結構来るんですけど、うん、嫌われることはあるよって思ってていいんじゃないって思っちゃうの、俺はね。てか、そう生きてる方が俺は楽なの。うん。だって、今さ、その、中学卒業して15歳の時から、まあもう18年ぐらい経ってますけど、俺のことを明らかに嫌いな人とか出会ったことたくさんあるわけよ。ああ、俺のこと嫌いだな、この人って。嫌なんだろうなって、不快なんだろうなって、でわかるわけ。わかるじゃん、なんとなくそれって。でも、それをさ、ああ、どうしよう、なんか俺したんかな、やべえな、とか。で、気にしてても、結局向こうはさ、もう嫌いっていうフィルターでこっちを見てるから、こっちがどうのこうのしたってあんまり解決しないんだよね。ただ、自分がその人と仲良くなりてえなと思ってたら、ちょっと頑張るよ。誤解があるかもしんないから、誤解を解けてさ、仲良くなるっていうパターンももちろんあるから。でもそうじゃなかったら、ああ、まあそうですよね。どうぞ、嫌ってください。って思ってる方が、楽？結構さ、その学生の、学生の子って、まあ、ネガティブだったりする子が多いからさ、そういう状況になると、自分が何か悪いんじゃないかって方にやっぱ発想が行きがちなんだよね。うん。まあ、自然の流れなのかもしれないんだけど、
いや、そんなことないじゃん、別に。多分自分に自信がないからそう言ってしまうと思うんだけど、いやいやいや、待て待てと。もしかしたら、向こうがさ、一方的に、自己中な発想で嫌ってるだけかもしんないじゃん。みんなが悪いわけじゃないみたいな。だから、そこを自分がなんかっていう風に持っていかずに、まあ、しょうがないねって、縁がなかったのかなって、なんか合わなかったんかなみたいな、ぐらいでいいんじゃないかな。ただ、自分がね、その好きな人とか、仲良くなりたい人って、そういう風に特別な人、ちょっと、普通の人じゃなくてね、自分にとって特別な人と、まあね、嫌われないようにというか、そういうのは、そこは悲しんでいいと思うんだけどね。だから、なんだ、彼氏彼女に振られたとかさ、嫌われたとかなったら、そこはまた別の話だけど、今回伝えたかったのは、その、誰にでも好かれたいみたいな、好かれたいと思ってるわけじゃないな、きっとね。誰にも嫌われたくないみたいな、感じで不安になってる子が結構多いなと感じるので、いいんじゃないっていうのをちょっと伝えたかったの。あんまりこれね、なんつうんだろうな、伝わんないというか、納得できない子が多いと思うんだよね。実際俺が中学の時にこの話聞いたら納得できるかって言ったら微妙なとこはあるんだけど、でも、そういう考えもあるんだって知ってもらって、あ、ちょっとスイッチ切り替えるというかさ、肩の荷が降りるっつうか楽になるっつうか、なったら嬉しいなって思いを込めて、今回ちょっと喋ってみました。まあね、確かに苦しかったけど、嫌われてる時、そう、明らかな陰口とかさ、もうデブとかさ、臭いとかさ、もううっせえわと思ってたけど、そう、まあでも、まあね、いろんな状況があると思うんだけどさ、こう、まあ嫌われるっていうところを、こうなんだろう、気にしすぎないで、気にしすぎるとさ、自分らしくなくなっちゃうと思うんだよ。そう、自分が出しにくくなると思うから、ちょっとこう、自分らしさっていう部分を、出していってほしいなと。自分らしく生きてる時ってやっぱ楽しいし楽だから、そうあってほしい。で、その自分らしさ、みんなが自分らしさを出した上で、その、みんなの自分らしさを気に入ってくれて、仲良くなってくれる子は絶対いるから、そりゃ。ね。なので、まあそういう風に、新生活かな、送ってもらえたらと思います。はい。以上です。で、今回ですね、ちょっとサブテーマ書いてないんですけど、一個ちょっと話していいですか？気づいてる方あんまいないかな？まあ、登録者はね、そんな気にしてないと思うんですけど、自分3月に入ってから登録者の方があんま伸びてないんですよ。まあ、去年よりは伸びてはいるんですけど、そうそうそう。で、ちょこちょこね、ちょっとアンチの方なのかな？わかんないけど、ちょっとね、こう来るわけですよ。うわ、伸びてない、わらわら、みたいな。そうそうそう。で、自分のチャンネルはですね、まあ、この時期、3月と4月の頭ぐらいがやっぱり伸びない。3月は結構減る傾向にあるので、まあ、毎年そんな感じなんですけど、あと、まあ、今までずっとそうね、ずっとそうなんだけど、勉強動画と関係ない動画を上げるとね、登録者が減るっていう現象があるんですよ、俺のチャンネルは。で、3月は結構そういう動画今上げてるんですよね。なんだろ、キャラクターの名前募集したりとか、そう、いろいろやってるので、まあ、それもあるんかと思います。そう。で、何人かにね、メールで、そういう動画上げるぐらいだったら、勉強動画上げてくださいよ、みたいな。数三の続きよとかさ、英語とかいろいろあったんですけど、いや、わかりますよ、本当にね。期待していただいてるんだというふうにポジティブな解釈をすればごめんとは思うんですけど、なんだろうな、勉強動画をサボってるつもりはないんですよ。自分の中では精一杯やってるつもりなんですけど、でもそれ以外でもやっぱり伝えたいことは伝えたいし、まあ、今回のね、なんだ、キャラクターの名前募集はさ、本当にいろんな方の関わってる仕事の一環なので、まあ、申し訳ないなという気持ちはあるんですが、ちょっとね、そこを広い目というか、大きな心で捉えていただけると嬉しいなと思っております。勉強動画を全然上げずに、そういう動画をばっかり上げるっていうことはしないですし、ちゃんと勉強動画も撮りつつ、並行してやっていくつもりですので、なんか、それも踏まえて、応援していただけると嬉しいです。はい。で、まあ、登録者に関しては、3月はもうしょうがないといつも思ってるので、4月の中頃ぐらいかな、4月の15過ぎたあたりから、またエンジンかけれるように、動画の撮影も頑張っていきますので、今後もどうぞよろしくお願いいたします。で、ちなみに、3月中またちょっと変な動画上がりますんで、勉強関係ないですね。見てやってください。はい。何とは言えないんだけど。はい、という感じで、じゃあ今回は、ハイチのダラダラジオ、第232回、嫌われることは悲しいことなのかというテーマで喋らせていただきました。ちょっとね、まとまりきらずにグダグダでしたけど、まあ、何かを感じてもらえたら嬉しいですね。では次回はまだね、何喋るか決まっておりませんが、また何か喋っていきますので、もしよかったらね、そちらの方もぜひね、聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。